尾道糸気構は、広島県尾道市、三原市糸崎町、福山市、松永地区にある港湾。港湾管理者は、広島県。尾道港区、糸崎港区、松永港区からなる。港湾法上の重要港湾に指定されている。このほか高速法上の特定港にも指定されている。尾道港尾道市と向島間の尾道水道と呼ばれる海域にあり、 古くから天然の良好として発展した。歴史は古く、聖徳太子が浄土寺を開いたとされる616年頃には、すでに港として機能していたと言われている。1741年より、渓流施設が築造され、現在の尾道港の原型が出来上がった。1927年には、第二種重要港湾に指定された。2000年12月には、 尾道港の再開発事業が完成した。かつて、尾道港は、瀬戸内海の島々や今治港に向かう多くの航路があったが、河橋などの影響で廃止された。尾道港一帯は2010年3月21日に、港アシスの登録をしていて、尾道み二を代表施設とするサイクリングポート港アシス尾道として、観光交流拠点ともなっている。 福本と専務工島運港三原内港三原港湾、ビル古くから海上交通の要衝として発展し、1864年には商品に船だまりが築造された。1900年に特別貿易港としての糸崎港が開港。1936年には糸崎町、三原町田が合併して、三原市発足、糸崎港と三原港が一体となった。 1953年に小道港と合併。1975年以降、三原内港地区は旅客専用港として整備された。古くから海上交通が行われ、1600年代からはこの付近の沿田で採れた松永潮の運搬が行われた。明治中期には下駄など木製履物の製造に用いられるアメリカ産原木の輸入が増加。 1956年に地方公安の指定を受け、1964年には尾道道糸崎港に編入された。港にはアメリカ合衆国から輸入した米松を製材する東亜林業がある。一時は米松製材で国内2位のシェアを有し、活況を呈していた時期もあったが、東亜林業は2018年をもって製材事業の休止を発表。 輸入材を満載した船の出入りも見られなくなる。ありがとうございます。